今回は夕飯作り RTA 味付け肉チャートをやっていくのだ。タイマースタートはフライパンにオイルを垂らしたところから、油を垂らしたフライパンに味付け肉を並べるのだ。味付け肉とは精肉売り場の片隅にあるすでに味がついてる肉のことなのだ。味付け肉は自炊の強い味方なのだ。フライパンで野菜と焼くだけで麺を張れる一品が出来上がるのだ。たまにこういう単純に味付け肉を焼くだけの自炊が心を癒すのだ。肉と野菜を切り分けて順番通り調理と調味をして、そんな面倒なことやってらんねえってこともたまにはあるのだ。鶏肉はちゃんと火を通したいので蓋をしているのだ。このあたりは自分の安全のためにちゃんと火を通すのだ。さて、肉と合わせて焼くための野菜を切るのだ。野菜はまあ何でもいいのだ。下茹でのいらない野菜はありがたいのだ。だからずんだもんはキャベツや白菜などが大好きなのだ。いつも似たような野菜を買うのだ。本当はいろんな野菜を料理してみたいのだ。でも勇気が出ないのだ。勇気なき繰り返しがいつか岩をも通す。そんなことを夢見て今日も手抜き自炊をするのだ。切った野菜はでっかいボウルに寄せとくと良いのだ。切るときは切る、焼くときは焼く。同じ作業はできるだけ固めてやりたいのだ。切った野菜を肉が焼けてるフライパンに入れるのだ。ここでオリチャーハツともやしも入れるのだ。野菜が入ったら天地返しをするのだ。ミローで鍛えた天地返し、これじゃなきゃ見逃しちゃうね。あとは蓋をして蒸していけばいいのだ。なんかネギとか切り始めましたよ、こいつ。まな板が軽いと徐々に動く、はっきりわかんだね。ネギはね、とりあえず切って、とりあえず入れちゃうよね。右のコンロで出汁が取れたので野菜を煮るぞ。同じ野菜構成でフライパンと味噌汁。別にいいじゃないか。皿に一品あって、万に一汁ある。それって相当すごいこと。食べられればいいんだよ、米をさ。火が通ったフライパンの中身をひっくり返すぞ。味付け肉に野菜が足されてるから味見をするぞ。アディショナル調味料は味塩コショウ。だいたいこれかけといたらどうとでもなるんだぞ。思い出したようにネギ投入。なんかそれっぽくフライパンをいじってフィニッシュ。味見は大事。この辺りで暇になるので使ったものを洗ってるぞ。素早く左右コンロスワップ。味噌汁の仕上げをやりやすくするぞ。雪がしんしん降る朝は剣立山黒部は寒く、雪ちゃんの便りは麹味噌。心ほのぼのお味噌汁、おいしいな母さんの味。えっちゅー、日本海味噌、富山土産の日本海味噌なのだ。ここら辺でタイマーストップ。たまんねえ。とにかくご視聴ありがとうございました。